なかなかですね、比較的なんか暗いんですか、普段は、性格は。まあ、そんなことはないです。そんなことないです。うん、そうですか。唯一のオリジナル曲で今日は挑戦という。そうですね。じゃあ、もしイカ天キングになったらどうするんですか。来週は。あ、これか。これから作りますから。ごめんなさい、ね、どんどん作ればいいですね。そうよね、みんなすぐ作りますよね、ミュージシャンですもの。ね。そうそうそう。まあ、だけど比較的に、彼はちょっと違うって感じしますけどね、雰囲気がね、はい、なんとなくね。お前に出ます、少々し始めました、うん。彼はもう普通のですね、お坊ちゃまタイプですね。非常に普通ですね。どんな人が揃ってます。そうですね、まあいろいろとファッションありますよね。一体どんな音楽が聴かせてくれるかね、楽しみですけどね。じゃあ、聞いてみましょう、はい、どうぞ。グリンゴです。口ではいろいろ言ったけど、やっぱりお前がいないとダメなんだ。その思わせぶりな素振りさえ俺には必要なのさ。夢の中に出てきた君のことがいつの間にか忘れられない。君のために僕はいるのさ。いつか僕の目の前に現れてほしい。口ではとやかく言ったけど、やっぱりお前がいないとダメなんだ。その思わせぶりな素振りさえ俺には必要なのさ。今は君のことしか、Only you、 いつも僕のそばにいてほしい。僕だからこそ。いろいろとやかく言ったけど、やっぱりお前が必要なのさ。その思わせぶりの素振りさえ僕には必要なのさ。面白い。いやー、これは面白いですね。一体のボーカルの菊池君はどういう性格をしてるかですね、分析したくなりますけどね。いや、そんなことはないです。マイクなんか壊しちゃったのって収録の時に。あ、これ取っちゃいました。このワイヤレスマイクのこの部分を取ってしまったというね、それほどエキサイティングな、ね、もう受けまくってましてですね、今萩原さんの顔抜いたんですけど、ね、途中いかがでした。乾燥させるほどじゃないんですけど。じゃあなんで乾燥させちゃったんですか。いや、3分ぐらいだったら我慢しようかな。いや、面白かったですけどね。面白かった、うん、次聞いた時どう思うかちょっと分かんないな。やっぱりこの1曲にかける熱情があるか分かりますね、なかなか厳しい辛口の吉田健さん、いかがでしたか。僕は大して教えてもらったんですけど、ね、だって別になんでなんか結構あざとい感じがして僕はやらない。なるほどね。銀次さんどうでした。
あのこういうあの昔ドンキーカルテットでいたんですけどねそういうコミック路線のバンドって少ないから、もし今、まあ、プロになる気がないって書いてあったけども、もし本気でやるんだったら今ないとこだから面白いかもしれない中島さん、こあの声の質としてはどうなんですか、彼の声はいや違う、そこまで言ったらね、逆にうわーって言った後にほらシーンとなって、それで裏声で入ってくるとかあるでしょ、あそこが音程がすごくふらついたのね、だからあちょっと惜しいなって言って私はね、いいんです、あの私すごく受けちゃってね大笑いしたんだけど、うん、だから逆に頑張ってくださいラッシャさん、なんか言いたげですがいや、なんかね、集団就職で東京へ来てね、それでね、だいぶこの都会に慣れたっていう、そんな感じですね。はい、よろしいですね。え、いいじゃない、はい、ね、なんかあの、バスのホストクラブみたいで。はい、というわけで、グリーンコンテスでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました、どうぞ。なんかだけど。